それでは続いてまいります。これが、今年の新商品になりますかね。 JK621 のスプリームプロテクトウィンタージャケットですね。これはあの前 JK605 っていう同等のものがあったんですけど、さらにアップグレードしたバージョンという形で、新登場いたします。一番ポイントは何かっていうと、この肩のパーツですかね。ちょっと新しく新開発した、こんな、はい、こんなショルダーのパーツがあってですね。はい、これちょっと革の脂肪を入れて、ちょっと質感を高めたパッドなんですけど、これを肩に配置します。これサンプルでまだ縫い付けられてないんですけど、イメージとしてつけてますね。金属じゃないんであんまりゴテゴテしてないですし、革の脂肪が入っているのでそれがちょっと高級感を高める感じになってますね。そんなにちょっと映像ではちょっと派手に見えるかもしれないですけど、まあ、手に取ってみるとそんなに、うるさくない感じには仕上がっていますね。はい、ポイントとしてはですね、使用しているプロテクターが全て CE のレベル2のプロテクターを使っています。背中には、SK829、 肩は812、810、あと脇腹にも入ってますね。これが813の脇腹プロテクターが入っています。で、今回の最大のポイントは、この今の新しい、ね、SK830 が標準装備になっていますので、これを標準装備したジャケットはコミネで初めてですね。はい、これをジッパー締めるだけで重ねであって、はい、胸部を効果的に保護することができます。はい、背中はこんな感じになっております。すいません、はい、この表生地がとにかく強いんですよね。ちょっと見てもらえるかしら。はい、すごい強い生地使ってます。かといってめちゃめちゃ分厚すぎないのでそんなに着心地に影響はないんですけど、ちょっとした転んだぐらいではなかなか破れにくい素材になっています。はい、それ以外のところでも細かくポイントはあるんですけど、はい、かなりこだわった商品ですね。はい、このインナーありますね。これ当然EK101 の、電熱ベストがつく仕様になってるんですけど、例えばこのフロントフラップとかは前合わせで合わせたところもカバーできるっていう感じになっているので、そのこの前合わせのところの保温性がかなり高いですよね。これが脇腹プロテクター当然になってますし、胸部のプロテクターですね入ってますし、この背中のところは特許構造の 3D メッシュの構造になっております。でなおかつこの表地の方は防水層も入っているので、簡易的な、風も飛べますし雨も止める、すごい土砂降りの時はカッパ着てもらった方がいいかもしれないですけど、ちょっとした雨ぐらいだったら全然問題ないですね。あとはこれコミネの対応できるパンツですね。今はB タイプかな、 B タイプ のパンツに接続できるようになっております。はい、コネクションジッパーですね。はい、こういう前段に機能が盛り込んだジャケットを今回もやりますので、ちょっとねコミネのジャケットとしてはかなり高価格帯になるんですけども、それに見合った機能のジャケットだと思いますので、はい、ぜひともよ